カイス・サイードは、チュニジアの政治家、法学者、現大統領。ボンミサキ半島にある町、ベニヒアール出身のモンセフ・サイードとララザキアの間に、生まれる。父方のおじのヒシャーム・サイードは、チュニジアにおける、小2外科の第一人者で、1970年代に、シャム・ソーセージの分離手術を行ったことで知られる。2013年2018年に退職するまで。 チュニス大学に教授として勤務していた。1990年から1995年まで、チュニジア憲法学会事務局長、1995年からは、同副会長を務めた。その他、スース大学法学部長やアラブ連盟法律顧問、等を歴任した。2014年に、チュニジアの新憲法草案への助言を行う、専門会委員会が設けられた際には、 その一因となった。2019年の大統領選挙に、サイードは早くから立候補する意思を表明していた。無所属の社会保守主義者として、サイードは若者の有権者にアピールしようと考えた。道徳的、または経済的、いずれの腐敗とも戦うためのプランを明らかにし、イスラーム主義者とサハの双方から支持を得た。 2019年6月のアチャラーエール・マグホリビー氏のインタビューでは死刑を支持する姿勢を示した。また、同性愛者が外国から資金提供や支援を受けているとして、かなりの数の住宅が外国の勢力に貸し出されていると聞かされたとも述べた。こうしたサイードの保守的な立場は女性の問題についても見られ、イスラム法の解釈に従い、相続における 男女平等に反対すると言明した。外交政策では、イスラエルとの関係正常化に反対し、イスラエルはイスラーム世界と戦争状態にあるのであって、シオニストとの関係を正常化しようとするムスリムの国家指導者は、誰であれ、反逆罪で裁かれるべきだと述べた。その一方で、国内にユダヤ人問題は存在しない、父も第二次世界大戦中は、 ユダヤ人をかくまったなどとも語った。選挙戦でサイードはイスラーム主義政党、名札の指示を受けて社会保守主義の立場を示していたが、自らをイスラーム主義者と称することはなく、顧問にも様々な政治信条の人物を登用した。個人的な信条に過ぎないと断りつつも、憲法に宗教的な要素を加えることには反対した。 チュニジア方言ではなく不素派を用いる公派な語り口、法と秩序を重んじる姿勢などからメディアからはロボコップとあだなされた。しかし本人は選挙戦で庶民の男を自称しポピュリスト政治家である対抗馬のナビール・カルーイと似たようなアピールを行った。大統領選の第1回投票でサイードは全候補者中最多の62万711票を 得票し、2位のカルーイとの決戦投票に進んだ。そして、10月14日の決戦投票で72.71%を、得票し、大統領に、当選、10月23日に就任した。サイードは、1956年のチュニジア独立後に、生まれた、最初の大統領である。当時スースで法律を学んでいた、裁判官のイシュラー・フシェビールと結婚した。 三人の子供がいる。ありがとうございます。